何この恐怖の管理水霊。どういう意味よ。皆さんこんにちは、ウプ主のシュラウドです。皆さんこんにちは、アシスタントのシュラミです。今回はこちら、ディープクールの新しい管理水霊、ミスティック360になります。冒頭で私が映ってたけど、はい、こちらの管理水霊の目玉である 2.8 インチの大型スクリーンですね。今回はこの大型スクリーン付きの管理水霊が5月31日に発売となったので、今回はこちらをレビューしていきたいと思います。あれ、クーラー検証ってことはまさか。もちろん、インテルコア i9-13900K が冷やせるのか試していきます。いつものパターンね。もしこの動画が少しでも参考になったら、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは行ってみましょう。では恒例のディープクールのホームページから見ていきましょう。まず開いてみると、ミスティック360想像力を膨らませると書かれています。おそらくこのディスプレイを使って色々とできることを示唆しているのではないかと思います。続いて下に行くと大型ディスプレイについて、2.8 インチ DFT の大型スクリーンを自分だけのコンテンツでカスタマイズできるみたいで、640×480 ピクセルの解像度と1670万色で鮮やかに表示します。確かに冒頭の私、結構綺麗だったわね。え、シュラミちゃん、自分で自分のこと綺麗とか言っちゃうの。そういう意味じゃない。さらにこちらのディスプレイはジャイロセンサー搭載のため、縦でも横でも使用可能です。ディープクリエイティブコントロールセンターでシステムのリアルタイム統計や詳細などの表示も可能です。水冷ヘッドは第5世代ポンプを採用しており、3400rpm まで回転する効率的な3層、6スロット、4極モーターが特徴となっています。CPU との接地面のプレートも 0.1mm の集中的なユーロのために再設計されており、より効率的に冷却できるようになっているみたいです。さらにファンも新しくなり、より耐久性と空圧を出せるようになったみたいです。こちらのファンは RGB などはついていないので、光らせたい人には物足りないかもしれません。さらに設置の簡素化がされており、後ほど取り付けいたしますが本当に簡単になっていました。ということでホームページは以上となります。ちなみに価格はいくらなのよ。こちらのミスティック360なんですが、今回5月31日にミスティック360と240の2種類が販売となり、価格は360が税込み29,980円、240が税込み24,980円になります。液晶ディスプレイがついた管理水冷って割と高価なものが多いので、それに対して3万円を切る値段で出してきたのはすごいかなと思います。確かに他社メーカーだと4から5万円ぐらいはするもんね。では実物を見ていきましょう。シュラララ。それでは開封していきましょう。外箱は最近ディープクール御用達の環境に優しい段ボール設計のものとなっています。ということで出そうと思ったのですが、何やら全部まとめて箱に入っていました。やっと出てきたのですが、この梱包材に管理水冷と付属品がセットで入っていました。あくまで個人的な意見ですが、こういった感じの開閉式の箱で平面上にパーツ類を出せるタイプの方が、出したり片付けたりするのには楽だなって感じました。出すのはあれだけど、片付けるのなんて普通の人はそうそうしないわよ。まあそれもそうですね。一番上にラジエーターが乗っており、その下に付属品、さらに水冷ヘッドの順で入っていました。なんかいびつな梱包材ね。きっとこれ専用に成形したんでしょうね。ではまずは付属品から見ていきましょう。まずこちらがインテル用のバックプレートになります。金属製のバックプレートでかなり硬くできていて、また今までの管理水冷に比べてネジが長めなような気がします。こちらはリテンションキットになります。左は AMD 用、右はインテル用となっています。こちらはバックプレートを止めるネジとクッションになります。こちらも AMD とインテル用、あと真ん中のネジは共通ネジとなります。こちらはネジ類とファンの延長ケーブルになります。最後は紙が入っていました。ということで付属品は以上になります。かなりシンプルね。設置の簡素化にも力を入れているみたいなので、こういった付属品も少ないのかもしれませんね。では続いて本体を見ていきましょう。まずこちらが水冷ヘッドです。今回の管理水冷は最初からグリスが塗布されているみたいです。前回のアサシンなどはグリスがついてなかったのに、どうして管理水冷にはついているんですかね。個人的には自分で塗りたいのですが、皆さんは最初からついているのとついていないのどっちがいいですか。続いてラジエーターも見ていきましょう。今回の管理水冷なんですが、最初からファンが取り付けられています。これも人によって好みが分かれそうですが、私はついててもらえるのはありがたい派です。もちろんケースなどに入れる際、場所によっては吸気と排気を逆にしたりする必要もあるので、最初からついていても結局外すって人も多いかもしれませんね。またこちらのファンはデイジーチェーンになっており、ファンの配線が1本になっているのもいいですね。
ただもうちょい見た目が良ければ100点だったんですが。ということで簡易水冷本体でした。かなり黒ベースなのがわかるわね。そうですね、ファンに関しては RGB がないので光らせたくないって人にはいいかもしれません。光らせたいって人はファンを変えるのもありかとは思います。ただ結構この黒のかっこよさは映像ではお伝えしきれないのが残念ですね。では実際に取り付けてみましょう。シュラララ。ということで取り付けなんですが、実はディープクールさんはホームページ上で各クーラーの取り付け動画を上げてるんですよね。え、なのでこちらを見ていただければ取り付け方は。いやいや、ちゃんとやりなさいよ。あ、やっぱりそうなります。まあでも今回の取り付けはかなり簡単だったので、サクッと紹介していきましょう。まずはリテンションプレートを取り付けていくのですが、このリテンションプレートなんですが、縦でも横でも入るサイズになっているんですよね。どっちにつけていいかわからないやつね。このリテンションプレートは、ホースに対して縦になるようにつけるのでご注意ください。まあ、横向きだとホースがあるので噛み合わせが悪そうな感じもしますけどね。確かにそれはあるわね。こんな感じで両サイド取り付けたらリテンションプレートは大丈夫です。ではこちらをマザーボードに取り付けていきましょう。今回もインテル用の検証機なので、まずはバックプレートから用意します。バックプレートのピンが可動式となっているので、LGA1700 の場合は全て外側にします。マザーボードの穴にバックプレートを取り付けます。次にクッションを入れるのですが、ギザギザ模様が LGA1700 用、丸みを帯びているのが1200や 115X 用になります。このクッションをまずは入れていきます。そしたら次に水冷ヘッドを乗せるだけです。え、それだけ？はい、それだけなんです。結構あっさりしてますよね。で、今回はせっかくなので付属グリスでアイナイン13900K を冷やせるのかも見ていきたいと思います。ということで取り付け完成です。随分簡単ね。で、こちらのヘッドなんですが、冒頭でジャイロセンサー搭載というお話をしました。あ、つまり横向きでも置けるってことね。ただ取り付けると。あれ？これって。そうなんです。横向きにつけるとメモリの1スロット目と干渉してしまうんですよね。DDR5 の場合は現状2枚差しの方がいいのでその場合はもちろん問題ないのですが、DDR4 マザーボードなどで4枚差しをしたい場合は要注意ですね。試しに1スロット目にメモリを入れてみると全然ヘッドが入りませんでした。これはさすがに。ホースを VRM 側にした場合は1スロット目にメモリがあっても入れることはできましたが、ロゴが反対になってしまうのと。今回のマザーボードではギリギリ入りますが、マザーボードによっては干渉してしまう可能性もありそうです。ってことは横向きよりも縦向きでの仕様の方が良さそうって感じなのね。せっかくジャイロ機能積んでいるのにもったいないですね。ということでこちらが縦向きに取り付けた状態となります。配線に関しても CPU ファン、ポンプ、RGB、USB、SATA 電源とかなりシンプルだったので、取り付けも簡単でした。今回は黒の簡易水冷なんですが、あえて白ベースのマザーボードに取り付けてみました。ヘッド部分にシルバーが入っているのでこれはこれで悪くない気もします。ケース次第なところもあるけど悪くはなさそうね。ですね。今回の検証パーツはこちら。CPU はインテルコア i9-13900K、マザーボードは MSIMPG-Z790HTI-MAX-Wi-Fi。メモリはクルーシャルプロオーバークロッキング DDR5-6032GB、ストレージはクルーシャル T700-5GEN5-2TB。電源はディープクール PX1300P、ケースは長尾製作所オープンフレーム、OS は Windows 11 Pro で行いました。ではまず電源を入れてみたいと思います。電源を入れるとディープクールのロゴがかっこよく出てきます。初回起動時はこのディープクールのロゴのままになります。そうしたらミスティークのホームページの下の方に。ディープクールミスティークセットアップがあるのでこちらをダウンロードします。ダウンロードが終わったらそのファイルを開いてインストールをします。基本的には画面に出てくるものに OK などを押していけば大丈夫です。これでインストールは完了。そのままアプリを開きます。するとこんな感じでソフトウェアが開きます。最初のページにはシステム情報などが書いてあります。検証には使いませんでしたが GPU をつけていると GPU の情報も載るみたいですね。で、このソフトウェアを開いたら、一番左にある列のデバイスを選択。こちらに接続しているパーツが出てくるので今回はミスティークを選択します。ここまで開くと簡易水冷の液晶にも表示がされるようになります。
デフォルトでは CPU のクロックが表示されるようになっていました。表示項目を変えたい場合は、メイン表示エリアから変えることができます。時間、ポンプ速度、CPU ファン速度、温度など好みに合わせて表示させることができます。あれ、ファン速度とかレイになってない。これ私も最初わからなかったのですが、ここに IO インターフェース設定というのがあります。こちらを CPU ファンとポンプファンの部分を選択すると、こんな感じでファン速度なども表示されるようになります。なるほど、デフォルトは設定されてないってことなのね。そういうことです。あれ、あと冒頭の私の写真はどうやるの？そちらもとても簡単で、右上をモーションモードに変えます。そうするとその下に写真または GIF を選べるところが出てくるので、そこに表示させたい画像や GIF を入れてください。画像を選ぶとディスプレイに合わせて大きさや位置の調整をします。この間、ディスプレイにはディープクールのロゴが出ています。確認を押すとディスプレイ上にも表示されます。はい、こんな感じですね。いや写真のチョイス。さらに画像を複数選ぶと切り替えアニメーションで自動的に入れ替わったりしてくれます。それは便利ね。そして自分のお気に入りの GIF ファイルなどを選べば、こんな感じで表示させることができます。ただ GIF ファイルは一つのファイルしか選べないので、複数の GIF ファイルを登録しても一つしか表示させることができません。なるほど。このディスプレイなんですが本当に綺麗に映るんですよね。試しに一眼カメラで撮影したら瞳 AF が反応するくらい綺麗に映ってました。そんなに綺麗綺麗言われたら照れるじゃない。あ、シュラミちゃんのことじゃないです。では、性能検証もしてみましょう。シネベンチ R23? ということで CPU を冷やせるのか冷やせないのか、これが一番わかりやすいのでやってみました。もちろん電力無制限で、Core i9-13900K を冷やしきれるのかどうか。では結果を見てみましょう。スコアはマルチが 38,176 ポイントと 38,769 ポイント、シングルが 2,172 ポイント。最高温度はマルチ10分間で91度、マルチ1回で85度、アイドル時は32度でした。これは、冷やしきれてるわね。さすが最新の簡易水冷ですね。サーマルスロットも起きてないのでいいですね。続いて音量測定です。パソコンから30センチ離れたところから計測しました。ファン設定は 100%、75%、50%、25% です。100% と 75% の時はそれなりにファンの音が聞こえましたが、50% 以下はかなり静かでしたね。基本的には PWM 設定で問題ないと思いますが、高負荷が続くようであればポンプファンを多めに回すのもいいかもしれませんね。ということで今回は、ディープクールの新しい簡易水冷、ミスティーク360をご紹介しました。あんた的にどうだった？そうですね、見た目もかっこいいし、ディスプレイもかなり綺麗で、個人的にはなかなかいいんじゃないかなと思います。ただ梱包の方法と、ディスプレイが横向きだとメモリに干渉しちゃう点はどうにかしてほしいところかもですね。確かにそれはそうね。それ以外は価格的にも3万円を切ってこの性能なのでいいかとは思いますが、ということで本日はここまで。もしこの動画が少しでも参考になったら、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。シュラララじゃんけん、じゃんけん、ポン。またねー。